イングリッシュパートナーズのセイケカオルですネイティブが使わないプライベートえ政府が推進している働き方改革ですけれども皆さんできていますかえ仕事とプライベートの両立とか プライベートを大事に、あとはプライベートを充実させるとかいろんな、えー、プライベートの使い方がありますけれども、日本語だとこれは私生活っていうのに近い使い終わり方をしてると思うんですよね。でも英語でこのプライベートっていうふうに言うとちょっと違う意味になってしまいます。えっ、ー、と、二等兵っていう意味に実はなってしまうんですよね。最も日本語に近いニュアンスは何になるかっていうと、 personal になります。えー、プライベートを楽しみたい。I want to enjoy my personal life. プライベートを仕事から切り離したい。I want to keep my personal and professional lives separate. ぜひ、この違いを覚えてみてください。会いに行く英会話スクール、イングリッシュパートナーズで検索、オンラインレッスンも始めました。